唯一の行政機関であり、国、政府関係機関の決算、独立行政法人等の会計、国が財政援助する、地方公共団体の会計などの検査を行い、決算検査報告を作成することを主要な任務とする。1890年に設置され、外務省、内閣に次いで解消せず現存する三番画目に古い国家機関である。 会計検査院と同じ内閣外の機関としては、数密院、元老院等があるが、いずれも現存しない。会計検査院は、日本国憲法第90条、第2項、会計検査院法第1条の規定により、内閣に対し独立の地位を有する。さらに会計検査院の検査権限は内閣及び、その所轄下にある、各機関のみならず、国会、 最高裁判所も含むすべての国家機関に対して当然に及ぶなど一般の行政機関とは際立って異なる性格を有している。また憲法にその設置が規定されているためその開廃には憲法改正を要する点も他の行政機関と異なる。一方で会計検査院は財務省の一部局であるとしばしば誤解されるなど最も国民に 理解されていない日本の国家機関の一つであると指摘される。大日本帝国憲法の下では行政機関の組織及び職権は直令で定められていた。だが当時にあっても会計検査院については直令ではなく法律で組織及び職権を定めるとされていたことにより完成体験の例外とされていた。会計検査院の印1880年3月5日 大上官の元に設置されて120年以上の歴史を有する。大上官たち18号によって、大倉省の一部局である検査局を廃止して、大上官に直属する地位を持つ会計検査員を設置した。大上官たち18号を以下に引用する。今般大乗官中会計検査員を設置し大倉省中検査局省、廃止工場この 宗章たち工事当時の参議権大倉協、大隈重信は、検査局が大倉省の下にあるままでは、財政の監査が十分にできないとして、会計検査院の創立を大上官に建議した。大熊の建議を以下に引用する。参議権大倉協、大隈重信、本院創立の義を検知。その大意に言う、財政の根源箱っこにありり、 各庁の会計派即地その枝派のみ。今検査局長大倉京に連続しその監査、する所ただ枝派に止めり根源に及び、不能発す。すべからく即に一員を設立し、もって、第二検査のみを、極閉しと、会計検査院税にお手て借りつてり。1889年、第二本帝国憲法の付属法令として、会計検査院法が制定された。 会計検査院法第一条にて、天皇直令の機関であり、国務大臣の命令を受けない、独立の地位が規定された。会計検査院は統帥権を主張する軍部を、批判できる稀有な機関だった。内閣総理大臣、福田康夫に決算検査報告を施行する、会計検査院長、大塚宗春決算検査報告国の毎月の、 収入支出国の所有する現金及び物品並びに、国有財産の受け払い国の債権の特措または、国債その他の債務の増減日本銀行が、国のために取り扱う現金、貴金属及び、有価証券の受け払い国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計法律により特に、 会計検査院の検査に付するものと定められた、会計国の所有または保管する、有価証券または、国の保管する現金及び物品国以外のものが、国のために取り扱う、現金、物品または、有価証券の受け払い。国が直接または間接に補助金、奨励金、助成金等を交付しまたは、貸付金、損失保障等の財政援助を与えているものの、 会計国が資本金の一部を出資しているものの、会計国が資本金を出資したものが、さらに出資しているものの会計国が、借入金の元金または、利子の支払いを保証しているものの会計国もしくは、国が資本金の2分の1以上を出資している。法人の工事その他の駅務の請負い人もしくは事務、もしくは業務等の受託者または、物品の納入者のその契約に関する、 会計会計検査員組織図会計検査員は、意思決定機関である検査官会議と事務総局で組織される。会計検査員は、内閣の統括のもとにおける行政機関でないため、国家行政組織法の適用は受けず、その内部組織は、法律の会計検査員法並びに、会計検査員規則である会計検査員法、 思考規則及び会計検査院事務総局事務文書及び文化規則が規定している。検査官会議会計検査院の意思決定は検査官会議で行われ、これを構成する3人の検査官は国会の同意を経て内閣が任命する。また、検査官の任免は天皇が認証する。会計検査委員長は検査官のうちから汚選したものを内閣が任命する。 会計検査院に置かれる審議会等は会計検査院情報公開個人情報保護審査会のみである。会計検査院には施設等機関は置かれていない。会計検査院には特別の機関は置かれていない。会計検査院法第19条により会計検査院規則の定めるところにより事務総局の支局を置くことができるとなっているが、支局の設置はされていない。 会計検査院には外局は置かれていない。会計検査院が主管する独立行政法人は2021年4月1日、現在存在しない。会計検査院が主管する特殊法人は2021年4月1日、現在存在しない。会計検査院が主管する特別の法律により設立される民間法人は2021年4月1日現在、 現在存在しない。会計検査院が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により、設立される法人は存在しない。2021年度一般会計予算における、会計検査院所管予算は168億3564万7000円で、ある。一般会計のほか、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、 復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管の東日本大震災復興特別会計を共感する。一般職の在職者数は2021年7月1日、現在、会計検査院全体で1132人である。 会計検査院の定員は特別職である検査官3人のほかに会計検査院規則である会計検査院事務総局定員規則により事務総局が1250人となっている。2021年度一般会計予算における予算定員は特別職4人。 一般職1,249人の計1,253人である会計検査員の一般職職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち葬儀権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、 もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2021年3月31日現在、人事院に登録された、職員団体の数は、単一対一となっている。組合員数は431人、組織率は44.2%。事務総局の幹部は、以下の通りである。設置は、以下の法規に基づいている。 もともとは、大日本帝国憲法第72条に、国家の歳出歳入の決算破壊系検査院これを、検査確定し政府派それの検査報告とともにこれを、帝国議会に提出、すへしと明記され、設置された。現行は、日本国憲法第90条に、国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次のお年度に、 その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。と明記され、設置されている。また、内閣に対し独立の地位を有する。庁舎庁舎の一級庁舎は、文部省庁舎横にあったが、現在は、東京都千代田区の霞が関にある、霞が関古門ゲート東館に入居している。会計検査院の HP によれば、会計検査院は、 世界各国、地域195の際で構成される、国際組織最高会経験先関国際組織と、その地域機構の一つである最高会経験先関アジア地域機構に加盟し理事などを務めるほか、イント際の会議への参加、海外の際と共同での研修の企画、実施等を行っているという。2011年4月に、 行政刷新会議公共サービス改革分科会が作成した公共サービス改革プログラムにおいて数百万円の手続き上の貸しによる課題支出に対する合わせ規制の観点からの指摘よりも政策効果の乏しい億円単位の支出に対する経済性、効率性、有効性の観点からの検査の充実が求められていると指摘された。 このことに関して分科会は国民の期待に応えていない等の強い表現を当初記載することとしていたが会計検査院は内閣府がまとめた報告書で我々の検査に意見することは慎重であるべきだとして修正を繰り返し要求して内容を変更させていた会計検査院はこの問題点に対し会計検査の基本方針において経済性 効率性、有効性の観点からの検査を重視することとしている。ありがとうございます。